皆様こんにちは。 経営情報システムの実践解放道場ですねのご紹介をさせていただきたいと思います担当はレクセンニコシ中小企業診断士の黒川ですまあですねまあこの経営情報システムの道場ということでまあ俗に黒川道場の情報版なんですけどもまああのおかげさまでですね結構この3年間ぐらいですかねやらさせてもらっていて非常に大好評ということでですね今年もやらさせていただくことになりましたということで 形ですでこの形状システムがあのー、すごくやっぱりこうなんですかね怖いんですよね怖くてまあ得意な人はいいですと得意な人はちょっと置い,置いといていただいてやっぱ苦手な人がいますとで苦手な人が多いんですよねで苦手な人からしたらこの専門科目をもうとにかくあのー、なんですかね楽に突破したいとでもっとこうなんか楽に突破したくてなるべくならやっぱ6割をあのー、難易度が多少ブレたとしてもですねまあ難しくなったとしてもまあ しっかり6割を確実に、やっぱキープしたいよとっていう風に持ってきたいんですよね。で、それをな何かこう叶えてほしいということで、まあ、生み出したのがまあこの道場ということになります。で、これはもう本当にこう。試験対策の原則みたいなところを問うというか、そこを。こう 追求した形でですね、まあ、あの実現した道場で、まあ、通常の講座だったらなかなかできないですね、できなくてテキストをやったりとか、トーの解説だとか,とかだとなかなかこうできないところの論点をですね、まあ、凝縮した形で、まあ、道場にしてますと。 で、ここのまずコンセプトは、まず経営情報システム、まあだけじゃないと思うんですけど、特に経営情報システムに関しては、まあ暗記よりも理解なんですね。確実に。で、暗記は捨ててくださいと。で、まずその理解することから始めましょうと。で、理解の仕方も結構やっぱり、あの、難しいと。これ専門科目で IT 業界に全くいませんよという状態で、パソコンのことも全くわかんないという状態で何を理解するんだと。 いうところでその理解をするためのここううまあ、なんですかねこうきっかけっていうところでですねやっぱりそこをですね丹念に磨いていく力ですね理解力の力を磨いたりだとかその理解してしっかりそれをこうまあ受け止めるでそれを応用して問題解く能力ですねそこを養っていくっていうのがまずこの道場のコンセプトになります。 なので、もう本当に正当な能力を身につけていただくっていうところで、で、あくまで試験対策なんですよ。試験対策でいいんだっていう、このまず割り切りがまず一つ必要です。で、割り切っていただいた上で、で、多少理屈と本来の理論と多少ねじ曲がっててもいいんで、とにかく自分なりの解釈、理解。 で、何かに置き換えてもいいですし、日常の何かに置き換えるとか、まあ、どうせ IT なんて結局は人間が作ったものなんで、まあ、人間の中で生み出す、人間の考え方なんですよね、結局は。なので、まあ、何かに、やっぱ、人間が作った何かに別のものとはやっぱりあの置き換わるんですよ。置き換わって考えることはできますんで、まあ、そういうものに置き換えて、ほとんどそれと一緒ですと。一緒なんで、そういうふうにもう見ていくと。で、理解して抑えてると、なんかこう、押さえ、覚えてるんですよね。覚えてるんで、で、なんか、 ちゃんと用語を暗記してなくてもあなんかこれってこういうようなことだったなっていうのがやっぱ分かってるとそうすると選択肢が判断できるんですよ絞れる適切なのか不適切なのかが分かればいいんですよね正解を選べるんですよこれは正しいここがこういうふうに正しいことを言ってるなとなぜならこの用語っていうのはこういうようなことと同じでやっぱこういう意味だからだなっていう その根拠とこの紐付けですよね。紐付けが明確になっていくんで、選択肢を絞っていく、その、なんないうかね、あの能力が結構やっぱ高まっていくんですね。で、そこがすごく大事なんですね。この一次試験、特に形状システムで、全く IT 業界にいないっていうような状態からですね、短時間で、短期間で、それをこの問題解けるようにするためには、まずそこなんですよ。もう強引に理解してで、その理解力を使って解いていくっていうのがすごく大事なんですね。 でそこでやっぱり、あのー、一つ一つのこの問題に対してちゃんと根拠をつけていくっていう作業ですねここの徹底的なトレーニングが必要で,でこれを一気にし、ね、もう凝縮して道場の中でもう 一気にやっていきます。で、一気にもう皆さん、ここトレーニングしていただいてですね、あの、頭をいっぱい使っていただいて、で、普段やんないです。絶対ここまでやんないですよ。よ負荷がかかる、あのー、何ですかね、学習方法というか、一番疲れるんですよ。まあ、簡単に言うと疲れるんですね。疲れる学習方法なんで、絶対家ではやれないですし、で、普通の講座でもですね、なかなかここまでですね、あのあの、面倒見ない。 ようなところをですねやっぱりこう道場ならではですね。で、まあやりますんで、ちょっと、まあ、オリジナルのちょっと問題を用意して、で、その問題を使ってですね、その理解の部分を丹念に養っていくという形ですね。なので、まあ問題量はかなり少ないです。少ないんですけど、結構その、 論点の根拠づくりですね、根拠づくりのところに、み、皆さん、こう、まあ、フルにエネルギー使っていただいて、で、それに対しての、まあ、解説だとか、あの、まあ、助言的なところで、まあ、私が、あのー、ちゃんといろいろ解説しますんで,で、それをですね、まあ、参考にしていただきながら、まあ、どんどんどんですね、その選択肢を絞っていくっていう能力ですね、そこを養っていっていただきたいなというふうに思います。 で当然、養う能力の部分は、あの今度の今度の本試験で、まあ、出るであろう、出題するであろう、まあ、重要なところにちゃんと絞りますので、まあ、そこはご安心していただいて、まあ、テーマ絞りますし、その上であの皆さんにこう徹底共感していくという形になっていきます。でまあ,あの基本やっぱ通学がいいです。通学 があの、まあ、メインというところはあるんですけども、まあ、ちょっとなかなかっていうのでちょっと、まあ、東京と、まあ、大阪ですね梅田と,、あのー新,えーとね、新橋ですね新橋、えー、東京は新橋ですねで大阪は梅田というで2校で、まあ、開催しますけども生はですね、生講座。 だから、まあちょっとそこに行けない、行けないですという場合は、通信もありますので、まあ通信で、あの、取っていただいてもというところはあります。でなので、まあ確実に、やっぱり6割っていうところのボーダーライン、やっぱ乗せていきたいよっていう方はですね、まあそれぐらいのですね、対策方法っていうのは、すごくやっぱり有効なので、ちょっとですね、まああの、今年の本試験、まあおそらく去年よりか、ちょっと難しくなります。難しくなりますんで、そこに向けた、 ちょっと難しくなって難易度が上がったとしてもちゃんと6割目指すというところを確実にやっぱりしていきたい人はですねまあ是非ですねちょっとあの申し込んでいただいてで是非ですねまあなるべくならまあ会場でですね会場でお会いしたいなというふうに思いますのでまあ是非是非 あのー、いろいろちょっと検討していただきたいなというふうに思います。まあなんか気になることがありましたらですね、まあ、レックにあの聞いていただければと思いますんで、まああので、ー、ぜひちょっと、あのー、経営情報システムで6割ですね、を確実にやっぱ取るというところをまあ目標にしてまあやっていければというふうに思います。じゃあ、ちょっとぜひご検討いただければと思います。